こんにちは、アマークの草直子です。今日はですね、開店前の、ザラ銀座店にお邪魔しております。ここでですね、春夏のコーディネートを組んでいきたいんですけれども、合計金額5万円以下という縛りと、あとはビッグゲストを今日はお呼びしておりまして、内藤あさみさん、インフルエンサーの内藤あさみさんをお呼びしてますので、一緒に店内を回りながらコーディネートを組んで皆さんにご紹介していきたいなと思います。私もすっごく楽しみにしてきた企画です。最後までぜひご覧ください。インフルエンサーでいらしてインスタグラムのフォロワーは10万人超え、内藤あさみさんなんですが、本当におしゃれで、ピュアなエネルギーで私はいつもインスピレーションをいただいてるんですけれども、今日はいらしていただいたので早速お呼び込みしたいなと思います。内藤さん、よろしくお願いします。こんにちは、今日はありがとうございます。もう大人気の大草さんとご一緒できて本当に嬉しいです。こちらこそ本当に素敵でいらっしゃる。お願いします。自己紹介をよろしいでしょうか。私、内藤あさみと申します。今日は本当に楽しみで、お洋服が大好きなので大草さんに教わっちゃおうかなと思って参りました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。内藤さん、いつも本当に素敵でいらっしゃるんですけれども、恥ずかしいです。あんまりね、年齢なんかも記号だし、人にお聞きするのもあれなんですけれども、今おいくつでいらっしゃるんですか。全然気にしません、ね、今74歳です。もうこのエネルギーがすごいんですよね。その外見の美しさもそうなんですけれども、このピュアな好奇心とエネルギー、もうこれが本当に素敵だなと思います。このザラ銀座店って、はい、実はたくさんあるショップの中でもスペシャルな立ち位置のお店なんですね、はい。入ってきてすごくこうレイアウトが見やすくて美しいっていうことと、あと靴なんかは結構他のお店ではお洋服の下にディスプレイされていることが多いんですけれども、はいね、靴のセクションがきちんと分かれていたりとか、スタッフの方いらっしゃらないんですが、チェックインチェックアウトが自動でできたりとか、エクスクルーシブなアイテムもかなり多いスペシャルなお店なんですね。今日は5万円という縛りがあるんですけれども、はい、春夏皆さんにちょっとこうご紹介したいワンルックを、はい、店内で組んでいきたいなと思いますので、はい、早速、はい、店内を見ていきましょうか。嬉しいよろしくお願いします。はい、お願いします。これいいよね。ヤシ柄じゃない。うん、これほら来月の旅行にも持っていけるかな。シワに全くならないし、だからちょっとなんだろう、置物っぽい感じの和の感じもあるんですね。これでいくら。じゃん、19,900円。これ、はい、これにしたいなと思います。ナポレオンジャケットはこんな感じね。え、このタンタケとコンパクトなジャケットとこんな感じ。内藤さん、何かありましたか。でもダメダメ、内緒に楽しみ。レーザーおいくら。お高いんじゃない。もう少し行きたいです。おいくら。32,000円。32,900円。5万円だから、すごくちょっといい、見てみて、うん、いいよね、うん、レザーよ。あ、すごく生地がいいわ。これとさ、ジャケット、ジャケットの中にいいじゃない。そう、ザラって私にとっては流行を教えてくれる場所なので、なんかシーズン始めは絶対ですね。あとは自分の好きなものがどこにあるか店舗によって大体把握してるんだよね。銀座店だとやっぱり1階が私は好きなので、時間が15分空いた時とか、15分で私カフェには入らずに絶対お店に入るんだけど、その時ザラっていう時も多いかな。あとまさに今本当に
娘たちとシェアしたりとかしてるから、娘たちと一緒に買い物行く、だから私が行きたい場所と娘たちが行きたい場所が合致する場所がザラなんですよ。なので娘たちと一緒に行く時もあのザラだね。すごく質感がいいの。かわいいかわいい、ね、おいくらぐらいですね。これよね。こういうエリアのこのブランド。ああ、ね。うん。お値段もいい。ね。本当いい。なんかね、今年は私赤が気になるんだよね。なんでしょう、情熱の赤ですかね。これ可愛くないですか。たっぷり長さありますね。これ撥水加工とかされてる。あ、撥水加工がされてるそうですよ。これ雨の日めちゃめちゃ気持ちが上がりますね。これかわいい。これどうでしょうか。第一印象でインスピレーション、あ、これ素敵っていうのが必ずあるんですよね。さっきのあのジャケットみたいな、あのお買い物するときにこれを買いに行きましょうとか、おズボンを買いに行きましょうっていう、そういう感じじゃなくって、ショッピングしてて赤はいいなと思うと買っちゃうんです。すごくもうパーッとした色でも落ち着いた色でも何でも好きです。そうなんですよ。あのザラのやっぱりいいところはサイズのレンジがね結構広くて、あの体型、例えば S がいいとか M がいいとかも今ないじゃないですか。それをあの本当に広く取っているところもやっぱり今っぽいなっていうふうにあの思います。大人っぽいのね、はい、さらこの生地が好きなの。いいですね。すごくいい。確かになんかストリート感あるのはさっきの話ですけど、そう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 、でもこちらも確か大人っぽい、ね、綺麗めですよね、はい、悩みますね。悩みますね。厚底だったらこちらのパンツでも良さそうな、ね。内藤さん素敵です。お似合いですね。まあ色が溢れてる。やっぱりカラフルな色がお好きなんですか。そうなんです。赤とかピンクとかね。昔から。昔は違う。あ、モノトーン。昔はそう、あのモノトーンっていうかベージュ系と茶色系、はい、ちょっと落ち着いたトーンで肌馴染みが良くて。そうなんですか。そう、いつ頃からこういうこう色の魔術師になったんですか。もうやっぱり年をね、うん、取ってくると、うん、自分自身がなんかもうしわしわになっちゃうじゃない、うん、だから綺麗な色でパーッとしたら楽しいかな、うんうん、で私はね若い時からね、あのおばあちゃんになったら、はい、赤いのピンクなのってね、はい、絶対そういうお洋服を着るんだって思ってたの。そうなの。お洋服はいろいろ着てみると発見があるじゃない。こんなの着れないと思ってても娘にね、これママ着てって言われたら、こんな短いミニスカートでも履いちゃうの。なんかこの素直さと好奇心ですよね。やっぱりなんか人のこうなんていうのかな、人の輝きってなんかそれな気がします。年齢じゃなくて。いやー、ただ単にもうね本当に能天気なだけです。いやいや素晴らしいです。内藤さん、なんて素敵な このようになりました。大草さんが遅いから。いやいや、もう素敵、スマートで、ね、とんでもないです。素晴らしいです。私想像していた、またそれを超えてくる内藤さんが今ここに。あのお値段、今回一応5万円の縛りが、はい、内藤さん覚えてらっしゃいますか。はい。合計金額ちょっと出ちゃったの。ちょっと出ちゃった。許して。わかりました。いいと思います。このジャケットが本当にね、はい、大物でね、はい、全部でちなみにおいくらになったんでしょうか。ね、はい、5万1560円です。
51,560円、1,560円飛び出しました。すいません。まあ許していただけます。もちろんでございます。素敵なので、一番最初に今回の、はい、まあ、春夏、内藤さんがお召しになりたいお洋服ということで選ばれたこのコーディネートの中で一番最初に選んだものは何ですか？一番最初はこの。ザラザラジャケットです。なるほど、これリアルレザーですね。そうなんですよ。わー、そうなんです。これね、ほんと着こなせるの内藤さんしかいないと思いますよ私。わー楽しい。なるほど、このリアルレザーもね、銀座店の特徴というか、はい、エクスクルーシブですよね。そうですよね。さすがです、お目が高い。他にもとってもレザーでね、素敵な、はい、ブラスがあったね。そうなんです。じゃあこれが今この、フリンジでこう揺れる、はい、動く、はい、アクティブな感じが内藤さんの気分なんですね、はい、きっとね。これに、はい、なんか私だったらこれ多分デニム合わせちゃうんですけど、まあ、大正解です。え、本当ですか？はい、でも真っ赤なこの、なんて言うんでしょう、ちょっと、ね、ちょっとね、サテンっぽい、うん、ピカピカしててね、うん、トラックパンツ、そうそう、合わされてる。この、ね、心は春で明るいじゃない、うんうん、はい、赤いので、はいはい、それでこの横にこのなんていうんですか、ラインがね、うん、白いのが入ってて、うんうんうん、はい、この T シャツとマンシT シャツもケイトモスのこのコテ T なんですね、はい、そうなんです、そうなんです、ね、懐かしい、ね、ちょっと懐かしさもありますよ ね、はいはい、でスニーカーがかなりソールの、はい、厚いです。厚いんだけど、うん、ほわほわで履きやすい。本当ですか？うん、そう。でも靴まで買えるんだ。この靴まで入れて51,560円。わお。ね、素晴らしい。そう、本当ザラさんならでは。うん、本当ですね。うん、内藤さんのお買い物の仕方って結構この大物をまず投資をして、あとはもう本当にその気分の旬のものをこうアクティブに入れていくっていうコーディネート方法で、これがまた。ちょっと玄人はだしだなと私は思いましたそんなことないです、ないと思いますけども、一番初めにお店に入ってきた時に、はい、トレンチコートのね、はい、素敵なのがあったんだけれど、どうしよう、どっちがいいかなって悩んだの高いけど、そうなの。そちらだったら、はい、もう丸く収まって、うんうんうん、予算がね、うんうんうん、でもこっちが欲しかったお話ししてたら内藤さん、そのファッションで大事にしていることはっていうところで、インスピレーションっていうふうにおっしゃってたので、はい、そのインスピレーションって例えばスピード感とか、はい、決断力とか、あとは着替え、着こなす着替えみたいなものも入ってるかなと思うんですね。素晴らしいです ね、だからそれにぴったりだなと思って、まさにザ・内藤スタイルだなと思って、素晴らしい、ありがとうございます。ちょっと過ぎても大丈夫です。いや、私実は、はい、ちょっと5万いかなかったんです。ねえ、上手、さすがプロフェッショナルだと思いました。少しもしかしたらお分け、少しだけお分けできるかもしれないので、ちょっとじゃあ私のコーディネートの方に移らせていただいてもよろしいでしょうか？ありがとうございます。ありがとうございます。全身、ピアスから靴バッグまで合わせて49,730円で、実はもう一個ピアスも選んだんですね。うわ、ピアス2つ選んで今この値段なんですけれども、まず最初に選んだのはこの、絵画のようなスカートになります。この丈が私すごく好きで、ちょっとハイウエストで、なんか上に合わせるものによってさまざまなテイストに着分けられるなと思ったので、これを選びました。でね、私普段だったらさっきおっしゃったみたいなトレンチコートに、白いシャツとか T シャツとか、はい、もうちょっとニュートラルな感じに行くんですね。だけど今日は内藤パワーに引っ張られてやっぱり私内藤さんのこのスピード感、モード感、遊び心がすっごく好きなので、自分にしてはね、ちょっと冒険を今日はしてみたんです。そうなんですか、はい、内藤パワーに引っ張られまして、で次に決めたのがこのナポレオンジャケットになります。今年のトレンドのキーワードでもあるんですけれども、この絵画のような少しエレガントなスカートにあえてピリッと、ナポレオンジャケット合
合わせて、で中をボーダーにすることによってあの黒とこの色の、落差コントラストを少しこう中和してくれるようなつないでくれるような役割かなと思ったのでボーダーを選びました。でバッグはねあのもう少しコンサバティブなあの綺麗なものと迷ったんですけれどもこのくらい遊んでてもジャケットの強さに負けないかなと思って小さめのラックとあとお靴もなんかあの、ポインテッドのミュール今年のねちょっとこう、流行のアイテムでもあるのでこのミュールを合わせてでさらにこのボタンと調和するような少し大きめのピアス、うん、この辺も私ね内藤さんに学んでいる気がします内藤さん私ねピアスを2個選んだんです。で最初ねこっちにしようかなと思ったんですけど、うん、ちょっとこのボタンと喧嘩するなと思ってなんかとってもいいです。内藤さんお似合いです。もうだってオーバーだからそうさっきもねあのサングラスが持ってきてくださって、はい、もうダメダメ5万円ですからね。そうはい。でこれもあの実は迷ったんですが、これはシンプルなワンピースの時に、はい、つけようかなと思ってますというところで全身で、あナポレオンジャケットって言うんですね。はい、このねショート丈 の, あのボタンが効いていて、はいまあ、ふんわりしたスカート合わせてもいいですし、はい、ワンピースの上でもデニムでももちろんいいので、はい、これはあのリアルに買おうかなと思っております。49,730円なので、まあ、あの紙袋代を入れて少しあの内藤さんにお分けしたいなとありがとうございます、はい、思っております。嬉しい完成嬉しいです。内藤さん今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。楽しかったです。本当にも楽しかったです。という間でした。本当、ね、はい本当そうでした。いかがでした今日。もうねあのあなたの、ね、フォローが本当上手で、すごくねもう楽しかったにつきます。いや大草さんとこんな風に お買い物はいできるなんてもう夢のようです。いやもう嬉しいです。あの企画書出した時も やりたいですっておっしゃってくださって本当にそれが嬉しかったです。それともうザラさんのスタッフさんが、ねはい、親切で本当です ね本当によくしていただきましたので、はい、ありがとうございます。またぜひ銀座店の方にも、ね、あの遊びに行きましょう。そうします。はい、はいはい、あの今日はありがとうございました。このチャンネル面白かったっていう方はチャンネル登録ぜひしていただいていいねを押してください。高評価ボタンもお願いいたしますお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。